いろいろな家具も自分で作らんきゃ間に合わんようですし。日用品の売店が農園の中に一軒おます。塩、豆、油、衣類なんかも大抵のもんは売ってま。そうですか。店あったって銭がなきゃ何も買えないべよ。働けばもらえるしょ、お金。この農園では給料は1年に1回。1年に1回？それなら1年間どうやって食べていくって言うんですか？ブラジル移民は無一文でも暮らしていけるっちゅうからグレーキになったのに。現金はいらねえんだ。つけて買って給料が出たらまとめて支払えばいいんだ。ああ。ただしここの売店は何でもタコます。支払いをつけにしてるとつい気が緩んで買いすぎて年度末に収入よりも借金の方が多いなんちゅうことにもなりかねまへん。はい、いろいろお教えください。手紙は何日くらいで日本へ着くんですか？2ヶ月はかかるな。日本で心配してある友達がいたらここに落ち着いたことを早よ知らせてあげんとな。これ日本へ出したいんですが、お願いします。うち中みんなでコーヒー、カフェの実の取り入れをしています。ここに着いた次の日から父ちゃんと兄ちゃんたちが寝床を作ってくれて寝ることができました。ここでは朝5時に鐘が鳴って起きます。おはようございます。おはよう。寒いね。9時の鐘で支度をして出かけます。仕事が終わるのは夕方の6時か6時半です。お日様がカンカンに出て暑い中を休まないで働くので終わるとみんな疲れ切って家に帰る元気もないくらいです。A família de vocês está produzindo muito pouco. Acho bom todo mundo trabalhar com mais seriedade. A produção de vocês é pouca porque você está fazendo o corpo mole.カフェの実取るのもっと増やせって言ってんだろうが、よく見ねえ。ここのカフェの出来が悪いんだわ。俺たちのせいでないわ。キリモアドサウエスジャポネス。なんだと。すいません、すいません、あんた、すいません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 。
また豆の塩煮と満足会向かい。醤油なんてないし、おかげも肉も高いの。買えば全部借金になるんだもん。我慢しないと仕方ないでしょ。しかも昼はバナナだけで、水ばっかり飲んでるんじゃ力も出ないよ。贅沢言うなよ。北海道で水みたいな冷えのかゆ一杯しか食えなかった時のこと思ったら、ここは豆がまだ安いから腹一杯食える。文句言ったら罰当たるで。はい、いただきます。ブラジルは天国だなんて誰が言ったんだ。働けば金もらえるぜ。冬の長屋北海道と違って、ここは一年中働けるべや。三度の飯二度にしても早く改めて帰れるようにせんと。したけど俺らに割り当てられたカフェは畑の一番奥で行き来も言えどくないな。しかもカフェの出来が悪くて、よその畑の半分しか身についてない。精一杯踏ん張ったって収穫はよその畑の半分だ。これならよその半分の稼ぎにしかならん。そんな不公平な話があるか。そんな文句が通ると思ってるんか。同じコロナでも日本人はイタリアやスペインやポルトガルから来た連中と扱いが違うんだ。割の悪いとこ回されたってしょうがないんだよ。何歩逆立ちしたって俺ら日本人は日本人でしかないんだ。だから日本人がどれだけ力のある民族か馬鹿にされないように底力見せてやろうよ。バカバカしくてやってられるよ。なんだと！あんた、こんなことなら日本にいた方がどれだけマシだか。さあ、おつらい思いしたって日本人だからって差別されるなんてことはなかったのだ。あんた。カフェの実の取り入れが終わり、草取りを始めています。次のカフェが実るまで少しは楽になるかと思っていましたが、ここの草は取っても取ってもすぐ生えてきてすぐに伸びるのです。油断すると間に合わんくて監督さんに叱られます。それでもみんな休まないで、ただ働いています。ちゃんは元気だね。野球チーム作ろうだなんて、みんな働いて働いて食べるのだけが精一杯、こんなはずじゃなかった。そうだよね。私働くのも毎日豆だけ食べてるのもへちゃらだしたけど、妹トラホームになってよかった。こんな目に合わせない。